彼氏？そりゃ作ろうと思えばいつでも作れるけど、なんていうか、そんなに急ぐことないと思うのよ。ちゃんと好きな人ができるまでは、ね。ってなことを言ってる私、実はちょっと秘密があるんです。え？時間があったらね。じゃあまた。お互いに顔が見えないから、相手によってキャラを変えて楽しんでるの。エイジとはご主人様とエッチなメスドレインって感じだけど、相手がボロッキーだったりすると。こうやって今日も私はネット世界の仮想恋愛を楽しんでいる。実はこのトランスボー、もう発売停止になってて、今では有志の交流サイトでこうして使ってるわけ。あ、大輝さん。こんにちは、ルミさん。今から大丈夫ですか？はい、大丈夫です。バテバテだけど、彼の申し出は断れない。だって彼は私の初めての人なんだもの。大輝さん、もうしちゃってるの？うん、ごめん。そんな私にちょっとしたサプライズ。え、大輝さん、本当は学生なの？ごめんなさい、今まで医者とか言ってたけど、もうルミさんには嘘つきたくなくて。学生？私と同じ。そうなんだ、ルミさん。でもじゃあどうやって棒を手に入れたの？ずいぶん前に発売停止になったはずだけど。いや、結婚した兄貴の部屋を俺が使うことになって、そしたら兄貴の荷物から封印されてたこれが。それも一緒だ。何この符号、運命？舞い上がりすぎて、その後のことをあんまり覚えていない。どこの学生さんかな。まさかうちの学園だったりして。いけない、顔が緩んじゃん。えっ、くしゃ。次に会ったら、私も自分のこと少し話してみようかな。